ったと思いますけど、大変長身のバンドということで、平均身長を調べてみたら 178.5 センチ。そうですね。これはね、先週出たトップスなんかと比べますと、トップスは 168.2 センチ、10センチ以上やっぱり上回ってる。まあ、トップスの場合はたまたまボーカルの山際さんが足引っ張ってるって話もありますけど、平均身長がこれはね、非常に背が高くてかっこいいんですが、反面で体が弱い、こういう特徴もアップビートはあるんです。本当にそこで、いや、そんなことないです。そんなことない。そこで実はツアーやコンサートやなんかを乗り切るためにこのアップビートがやっているというですね、実はちょっと秘密の飲料というものをご紹介してみたいと思います。なるほど。これはどういうやつですか？これは蜂蜜レモンっていうやつですね。蜂蜜レモン、よくはない話。どういうふうにやるんですか？ここ酒をね、入れるっていうのが、あ、それが味噌だね。普通蜂蜜とレモンでちょっとお湯とかを見て割ったりするけど、その日の体調によって入れるものが少し、あ、そう、違ってくる。こういうジンみたいなの入れるの？ええ、そうです。ウォッカとか。ウォッカとか。美味しいよね。あ、入れるの、うん、そうするとカーッと来て、コンサート舞台に乗り切れる。酒の勢いで乗り切ろうみたいな。なるほど。でもね、どっちかっていうとね、え、うん、みんな少し顔色がね、なんだろう、こう白い感じがするんだよね。それはありますから。体に気をつけて一つ。僕は結構大丈夫です。喋り方がちょっと弱々しいだけども、結構丈夫なのかもしれないっていうことなんですが、これは今ちょっと見落としそうになったんですけど、これなんですか？これは酸素。酸欠になる、あんまりガンガンやると。結構ね、ステージ、お客さん前にワッと来て、こうなってるとね、酸素がなくなって気持ちよくなってくるんですよ。ああ、それでフラーっといったりしますからね。そう、それで気持ちいいままじゃやばいかなみたいな。じゃあ特製のドリンクと、この酸素吸入で、そしてなおかつ体を鍛えて。体弱いわけじゃないですよ。まあ、イメージの問題ありますからね。はい、どうぞスタンバイしてください。決めつけちゃいけなかったですね。どうぞスタンバイしてください。はい、じゃあ頑張ってもらいましょう。でもね、今日古田さんがね、こういう本当にね、なんか可愛らしげなね、少年隊の長男みたいな格好してますからね。そうなんです。余計あれなのよね。彼らが黒でもってこう毛が長いと、なんとなく一見結晶が悪く見えちゃった。見えちゃったっていうことがあるでしょう、ね。でも訂正してましたから、本人たちもね、はい、決してインドアロッカーではないと、アウトドアロッカーでもあると言っておりました。さあ、それではそのアップビートに歌っていただきましょう。ノースサイズ。影が消えゆく気がして、わけもなく苛立つ君の気持ちはわかるけど、誰もが同じ悲しみを胸の深くに隠してるさ。レッドと高し積み泣いた夜、夢だと叶うはずがないと思い込んでた。だけのサイレーション、愛するもののため世界線にしても逆らう日が来る。この闇の意込めば怯えた昨日も忘れて抱き合える日が来る。サンデーさびついたナイフ、周りの全てが嘘に色褪せて見えたから、手に触れるもの何もかも傷つけてきた。夜も終わる、ただしみ通り過ぎた時はなくしてきたもの美しく思えるものだ。たったのサイジェクション、愛する人のため世界線にしても逆らえる言葉。サイジェクション、この闇乗り越えて怯えた昨日も付き合える時まで賛
どれだけ傷つけば全て流せる誰かに